クーパー川は、アメリカ合衆国サウスカロライナ州にある川、漢字岡線。川沿いには、マウントプレザント、チャールストン、ノースチャールストン、グースクリーク、モンクスコーナー、ハナハン各市がある。短く幅の広い川で、まず、イーストブランチが合流。ついでワンデュー川が合流し、それからアシリー川が合わさって、チャールストン湾を形成する。 長く重要な商業用水路として利用されており、クーパー川のウェストブランチ18世紀後半にはサンティ川と運河で結ばれた。ウェストブランチは現在もバーグレー郡中央部で沼地として始まっているが、メインの水源は1940年代に作られたトレールレース運河によりモートリー湖に移っている。またモートリー湖は 同時期に作られた分水路によりマリオン湖からの水が流入する。これにより、クーパー側とサンティ側は実質的に一つの水系となっている。名前はアントニー・アシュリー・クーパーに由来する。クーパー側には最初ジョン・ピー・グレースメモリアル橋が架けられた。ながすぐに機能的にも構造的にも不十分となり、1966年に サイラス・エヌ・ピアマン橋がすぐ南に作られた。これらは、その後4半世紀以上チャールストンとマウント・プレザントを結ぶ唯一のルートであったが、1992年に上流にドン・エヌ・ホルト橋が作られた。2005年にはアーサー・ラベネル・ジュニア橋が完成し、ジョン・ピー・グレース・メモリアル橋とサイラス・エヌ・ピアマン橋は解体された。 川口部にあるパトリオットポイント海軍海洋博物館には第二次世界大戦時の空母ヨークタウンなどが係留されている。ありがとうございます。